おはようございます。今日は2月6日になりましたけどもね、暗号通貨の方は全面安でございます。もう全面安って言うとね、狼狽するところか、チャンス買うぞーみたいな感じになると思います。ただ、やっぱりね、一定の資産を暗号通貨で購入してる方は自分の資産が減るわけですから、おいおい、ちょっと勘弁してくれよみたいな気持ちになるのはわかります。でも暗号通貨あんまり持ってない人はね、こういう時に買うんですよ。見てください。全面安ですからね。ちょっとカメラの様子がおかしいですね。ふふ。 カメラの様子がおかしいんで、私はちょっとこう、退場してもらいましょうか。ぷいっと。はい。ビットコインにしてもイーサリアムにしても、赤いでしょ全面安ってやつですよ。うん。で、芝犬も、下がってますよね。ぐっと。こういう時に買うんですよ。うん。まあでも買うって言ってもね、ちゃんと基準値を設けてますかってことです。例えば、芝犬なんていうのは0.0014というふうに私が設定しますんで、それ以下ならまあ買えばいいかなと思いますけどもね。でそれからカルダノは、 70円を下回ったら買いですから、まだ買うほどには下がってないってことですよね。XRP も70円以下です。イーサリアムはね、さすがに30万切ってからにしましょうか。ビットコインは600万以下です。だから、ビットコイン、イーサリアムっていうのは下がってはいるんだけども、ただここは赤いように見えるだけでね、下がったとも言えないような、うん、価格帯ですよ。だから0.2%とかね、0.7%ぐらいしか下がってませんからね。ビビることはないってことでしょうか。うん いやこうしてね、毎日見ていると大体ね、流れがつかめてきます。それが1週間の流れっていうのと、1ヶ月の流れっていうのと、1年っていう流れとね、スパンで見えますんで、自分の寝かせておける資産に応じたスパンをね、えー、測っていけばいいんじゃないかなと思います。お最大の値上がり者。<laughs> なんだこれ運っていうのがありますよ。<laughs> なんでしょうかね、これはね。また別の時間に解説していきましょうか。今日は以上です。